ネパール王族殺害事件。ネパール王族殺害事件。ネパール王族殺害事件。英語、ネパリーズローヤルマスカーは、2001年6月1日に、ネパールの首都カトマンズ、ナラヤンヒティ王宮で発生した事件。リペンドラ王大し、事件直後、既得状態のまま名目上は国王に即位し、その3日後に、死亡が父、ビレンドラ国王ら多数の王族を殺害したとされる、事件である。 現場名称を取った、ナライアンヒティ要求事件とも呼ばれる。ただし、口述の事件に関する不自然さ、矛盾などからディペンドラが、真犯人かどうかは疑問視されている。また、事件後に即位した、ビレンドラの弟、ギャネンドラの同行などから、彼が行ったクーデターとする説もある。だが、いずれの説も、決定的な証拠がなく、その真相は、現在に至るまで不明なままである。 ビレンドラ国王の末程、ディレンドラ王子、この事件で銃撃され、3日後に死亡の娘婿で、現場にいた国軍のシャヒ大佐の証言をもととして、6月14日夜に政府の調査委員会が国王に提出、発表し、かねてより、ディペンドラ王大使は結婚、希望相手であったデブヤニラナについて父である国王や、母、アイシュワリア王平に反対されていた。 特に王妃は、同祖のラナ家であるものの、デブヤニの家系とは、政治的に敵対関係にある、ラナ将軍家の出身であったため、強く反対していたという。6月1日に開かれた王族の晩餐会、毎月1回定例で開催されており、この事件によって初めてその存在が明らかになったというでこの問題が話し合われ、結婚に反対する国王と王妃は、 王太子の多い継承権を剥奪するとまで発言した。部屋に戻った王太子は泥酔状態で午後9時頃再び会場に現れると銃を乱射。自身も直後に銃で自殺を図った。事件でリペンドラを除く9名が死亡、5名が負傷した。この事件はあまりにも突発的な上、公式発表及び政府のその後の対応においていくつかの不可解な点が あるとされる。事件の真相については、親インドの王帝ギャネンドラが、アメリカやインドの後押しを受けて、親中のビレンドラ国王、ディペンドラ王大使らを抹殺した宮帝クーデターとの説がある。ただし、後にギャネンドラは中華人民共和国から92式、総輪総甲車5両や2万5千丁の自動小銃などの武器を購入した。ネパールは、 マヘンドラ国王の知性から先制君主制で、また地方では封建的な制度が残っており、毛沢東派勢力、マオイスト派の共産軍が農村部で王政の転覆と共産革命を目指して内戦、ネパー内戦を起こしていた。そのような背景の中、ビレンドラ国王がこれまでの先制君主制から立憲君主制の議会民主主義への緩やかな意向を宣言し、 1990年には憲法改正が行われ、選挙選出による議会制度も導入されていた。ただし、国王の君主体験が非常に強く残っており、例えば大抵の政府機関には、陛下のという窃盗時がついており、また国軍は議会や内閣ではなく、国王に直属していた。事件の不自然さに加え、ギャネンドラの家族が全員無事だったことと、彼が ビレンドラ国王の民主化に最後まで強行に反対を唱え、民主化後は清争の激化などマイナス面を批判し続けていたことが、この陰謀説を有力めいたものにしている。また、2001年になって、与党ネパール会議派は、反政府ゲリラであるマオイストに対して国軍の投入を考えていたが、現実主義者であるビレンドラは内戦の激化を恐れ、 野党ネパール統一共産党と共に慎重な姿勢を見せていた。だが、ギャネンドラは反政府勢力に対して強権的であり、この事件は彼の主導でわずか2週間で収集が図られて、会議派もそれを追認しているが、背景にはそのような要因もあったとされる。ネパール共産党、毛沢党派、マオイストの最高幹部、バーブラ・アーム・バッタライは有力し、カンティプルで、 新たな王宮大虐殺事件を認めるわけにはいかないとの題で論評を出し、この事件の真相に疑問を持つ国民の声を代弁した。王宮大虐殺事件とは、かつて、ラナ家のジャンガバハドルラナが王宮で主要な重臣を抹殺し、王をもしのぐ権力を手に入れて一族による最小異世衆を実現化した事件であり、バッタライはこの事件と同様に今回の事件も、 ギャネンドラが王権を奪取するために行ったクーデターであると示唆した。カゲンドラ・サングラウラもまたカンティプルに第二の王宮大虐殺事件政府の秘密主義に国民は霧に迷った鳥との代で論評を出し政府に対して真相解明を求めている。またサングラウラはこの事件に無傷で生き残ったギャネンドラの息子パラスへ疑いの目を向けている。 司法解剖が行われなかったという点も合わせ、様々な推測や噂が流れているため、真相の究明は困難である。ただ、佐伯和彦は暴殺の疑惑を覆す証拠もなく、暴殺であったのかなかったのかその真相はご理夢中に隠れているとしつつも、王宮内の長い権力闘争の歴史をたどれば、今回の事件は決して得意な例ではなく、特に驚くことでもない、と述べている。 国王ヴィレンドラが立憲君主制を推進した名君として国民に慕われていた中で国王夫妻や王太子、王族が多数死亡しただけでなくギャネンドラによるクーデターではないのかとの陰謀説も飛び、王室の威信は大いに失墜した。また、マオイストがこの事件以降の政情不安の増大に乗じてさらに攻勢を強める結果となった。事件で ビレンドラが即死したため、陸軍病院に搬送されていたディペンドラが、意識不明のまま王位を継承し、ギャネンドラが摂政となった。6月4日未明、ディペンドラが死亡し、その日のうちに、ギャネンドラの王位継承が、国家評議会によって認められた。ネパール王国は、初代プリトビナライアンシャ派の創始以来、王位は一貫して父から子へと継承されてきたが、冒険からのギャネンドラの継承は、 王国の生態に変質を生じさせた。しかし、かねて、より兄の民主化政策に反対していた、ギャネンドラの辛抱は低かったために、その継承は祝福されず、国王らの死に、不信感と疑惑を持つ民衆らが、首都カトマンズに集結し、ギャネンドラ即位の反対集会が開かれ、警官隊と衝突して死者が出る騒ぎとなった。また、 事件の真相を深刻王によるクーデターと訴えた、バッタライは反逆罪に問われ、彼の論評を掲載した、カンティプルの編集長も逮捕された。後日、ネパール政府は人権団体や米国の批判を受けて、編集長を釈放した。ビレンドラ在位の頃からネパールでは高度な言論の自由、報道の自由が憲法で保障されていたため、このことも国民に衝撃を与えた。 ギャネンドラは大いについたものの、議会政治のままでは、マオイスとの制圧が進まないと主張し、11月26日に、非常事態宣言を発令。2002年5月には会員を解散し首相を解任、内閣を側近で固め、さらに2005年には全閣僚を解任して、直接統治を宣言するなど先制に走った。だが、ただでさえ、人望のなかったギャネンドラは結局、 このことで国内外からの強い反発を招き、かえって野党や反体制派を団結させた上に、マオイストも勢いづかせたばかりか、2006年4月以降の大規模な民主化運動、ロクタントラ・アンドランへの引き金を引いてしまった。また、父の勧めた民主化を真っ向から否定するような反動政策から、事件の犯人はリペンドラではなく、 居合わせなかったギャネンドラがパラスに行わせたに違いない、とネパールの民衆は死ぬようになった。民主化運動が全国的な勢いを得た結果、ギャネンドラも要求を受け入れざるを得なくなり、2006年5月18日に国王の政治的特権はすべて剥奪、原種ですらなくなった。さらに2008年5月28日、政権議会で共和制が議決、王政は廃止され、 ギャネンドラは退位することになり、ネパール王国、ゴルカ長は終焉した。しかし、ギャネンドラは、王宮退去の際のテレビ演説で、王族殺人事件への関与を改めて否定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。